おそらく黄色も黄色ですね。お大量の点数を取りに。さあ一つ二つこのソンが出ていきました。ナイスショット。ナイスショットですね。ここでワンの赤い石が見えたままです。少し難しいショットではありますが決めたいところです。ただこれを決めることができるとワンツー2点のペースに入っていきますが、はい、どうでしょうか。いいとこ来てますかね。来てますね。前から飛ばしてナイスショットです。おただ黄色が後ろも拾っていきましたね。そうですね。ただしっかりそのワンの赤い石が打つことが。少し曲がっている印象がありますね。そうですね。ナンバーワンに向かっていって後ろの2の赤も巻き込んでダブルテイクアウト成功です。ここから2ウェイ画面で言うと1つ2つおおダブルテイクアウト成功。ナイスショットです。大変プレッシャーのあったショットだと思うんですけども、はい、佐々木選手しっかり決めてきました。ハウスのすぐ近いところに LS 北見の黄色のストーンがありますので、まあ、これを間違えて押し込まないようにという注意をしながら、はい、ちょっと早いでしょうか。 14.3ただ止まりそうですね。やはり大外のラインを使ってきたということで、はい、少しその重さが見えるんですけども。2点目があるかどうかは分からないのですが、さあ黄色飛ばして、黄色だけ横に逃げてしまいました。おそらく赤北海道銀行かと思います。ナイストライでしたが、そうですね、惜しかったですね、はい、ここで LS画面でいくと右側にある入ると思いますね、はい、さあどうだ飛ばしてきて、おー少し登ってナンバーワン取ってきましたか。おお、ナイスショット来ましたね。ナイスショットですね。さすがです。はい、アイスだったとしても先ほどは1本まずいいヒットロールを1つ決めて、ここはヒットステイで相手のストーンを出してハウスに残せれば来てます。打って残りました。ナンバーワンツーチーム荻原2点を返しました。ここは先ほどとは逆側のサイドから赤のストーンが止まりました。そしてそれを臼井がもう一度今度、そうですね、はい、もう一回2つ狙いに行きます。赤そして、あ中の石に飛んでナンバーワンの赤が出ていきました、はい、ブラシのすぐ下にある石ですね。そうですね、荻原亮強く蹴り出していきます。はい、当たるかどうか、3つ当たるかどうかですけれども、まずは2つですね。1つ2つ、3つトリプルテイクアウト成功。2点を取るという平田のラストドロー。ガードをギリギリかわして 14.7 というタイムです。ちょっと早いか、はい、止まりましたね。最大2点を取りに行きます。勝負の一投、さあどうだ、黄色から、惜しい、取っています。ナンバー2もおそらく、さあここダブルテイクアウト狙ってますね。2つ、距離のあるダブルテイクアウト成功。本がおそらくナンバーワンを取りました。はい、これもいいショットですね。はい、チームからも北見協会薄井の2投目前から飛ばして、ここもしっかりと決めてきました、はい、この1投でとどめを刺したという形になります。はい、
ピンポイントの位置に当てて素晴らしいショットですと思う。確実に決めておきたいところです、ね、15.3 15秒前半のタイムで入ってきました、はい、いいタイムで来てますね。ティーラインの上ナンバーワンを取ります。青森 CA 中部電力相手に3点のチャンスが来ています。さあどうだ、しっかり残しました。ナイスショットですね。ナイスショットですね。少し早く蹴ってしまって後ろに当たって止まる形でも大丈夫というようなシーンでしょうか。ワンツーで止まりました。今のショットよく似たことによって青森 C としては、まあ、さらにその前に出場することで1点を取ることができます。さあスイープで距離を伸ばしています。ナンバーワン取ってきました。あ、ナイスショット、ナイススイープですね。ナイスショットですね。本当もう1センチもないような世界だと思います。こうなると中部電力はハウスにストーンがかかってでナンバーワンツースリーとなります。豪華、そして鈴木のスイープでハウスまで持ってきました。そうです、ね、中部電力3点を取りました、はいはい、ですね、ここで青森 CA が中部電力の勝ちを認めてコンシードということになります。